こんにちは。市貝町の加藤さんが YouTube を始めて、ほんで題名をね、爽やか加藤ちゃんのターゲットバードゴルフ頼りにして、まあ、爽やかいうのはあんたの第一印象がね、爽やかな加藤さん、そうで爽やかつけた。そしたらね、Google とかさ、はい、Yahoo でね、爽やか加藤ちゃんって入れたらね、それが出てくる。あの見てください。あの漢字やで、爽やか。漢字知らんでも爽やかって書いてある。
しかも書いてるのはあくびが取れられてます。